ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオそして福岡ラブ FM をお聴きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、演劇くんというね、はい、ラジオドラマをやっております。やってます。ロロというね、東京の劇団、小劇場の劇団ですよ、はい、の亀島和則くんという俳優さんが初めて書き下ろして、はい、初めてなんです ね、 ねえ、もう筆が乗っておりますよ。筆が乗ってますねって小林金也さん言ってましたから ね、 ね、長野さんが書いたんでしょ。長野さん筆が乗ってますね。違います、これは亀ちゃんが書いているんですね。今週全然違うんです。何を勘違いしてるんだとは思いましたけども、あのちょっと似てらっしゃるのかもしれないんですけどね、その言葉の感覚みたいなものが、チョイスとか、はいはいはい、ね、そういうことかもしれませんが、でちょっと演劇くんが今週で最終回ということなので、ちょっとまあ僕がね、ちょっと演劇くんエピソード、はいはい、ベスト3、長野さんもやっぱり演劇くんですもんね。やっぱ演劇くんだなと思ってましたね。ましたし、演劇くんっていうワードが今回生まれたわけじゃないですか。なんか親しみを持って、ね、なんかいろいろな演劇男子とか、なんか嫌な意味で使いますけど、もうそれも含め、演劇くんっていうキャラクターっていうようなイメージを、作ってくれたのはこれ発明だなと。確かに亀島さん、例えば僕も演劇くんにね、捧ぐですね。そうです、僕も手を挙げて、はい、私も演劇くんですことを今日、私も演劇くんです。あ、演劇くんエピソードベスト3というものをね、楽しみです。発表したいと思います。お願いします。はい、じゃあ第3位から、ひそひそ声が大きい。ああ、そういう、ありますでしょ。あ、演劇の芝居でもひそひそ声で喋ってるシーンがあるけど、それは絶対お客さんに伝えないといけないわけじゃない。そうですね、最高列のお客様まででしょ、はい、ひそひそ声で喋ってる風でね、ちゃんと伝えないといけない。でもそれがやっぱリミッター、その音のリミッターが演劇人ね、ちょっとバカになってる、確かにね、ことが多々あって、もちろんその打ち上げ会場で怒られたりとかね、店員さんに、隣のお客さんに怒られたりとか、そんなこともよくありますし、僕がよくやるのはそれ聞こえてんでっていう、僕がひそひそ声喋ってて、声大きいってよう言われるんですよ。ひそひそ声で喋って悪口なんかを、そう悪口、陰口、はい、姫事をね、こうリークしてる、絶対聞かされちゃいけない、いけないこと、今の絶対聞こえてんでみたいなのはこれ演劇くんやなと思いますね。本番直後とかって、その声の狩る感覚が残ってるから、その家族とかと喋ってて、うるさいうるさいうるさいってすごい言われたりしますね。あ、そうなんですか。はい、やっぱりおかしくなってるから、おかしくなってるみたいですね、リミッターがね、バカになってるからね。ありましたね、やっぱ共通項として出てきましたね。2位いってみますよ。散髪の時美容師さんに職業をごまかすっていう、いやー、これは演劇くんなんですよ。めちゃくちゃわかりますね、これ演劇くんなんですよ。うわ、そう、まあもう喋らないっていう壁、心の壁、雑誌バーンみたいな感じの時もね、あるし、まあ僕はもう嘘つくのそんな得意じゃないから、あたふたしちゃう人やから、嘘なんかついたら、だから、映像制作ってますとか、もうそれ以上触れないでねっていうぐらいの消極的な声量で言ったりとか、でもめちゃくちゃ踏み込んでくる人とかいますよね。お、何されてんすかみたいな、どんな感じなんですかみたいな、監督さんですか食いつかれたらもう終わり終わり、まあもう仲良くなっていくっていうね、まあまあまあ、それでまあ深まればいいんですけど、まあやっぱ俳優ですっていうのはなかなか難しいですよ。でもその役でなんか染めてきてくださいとか言われるときって、はいはい、あ、仕事でちょっとみたいな感じで、はいはい、ね、その時はもう
白状モードですか、それは。それはもうその時になれば白状モードじゃないですかね、うん、それかもう言いたくない雰囲気をすごい出すとか、うん、はいはい、あ、そうなんです、仕事でちょっと、うん、あ、うーん、お仕事で、あ、切らなきゃいけないんですね、うんうん、はい、あの仕事、はいはい、みたいな、それ以上情報を与えないっていうやつね、はい、はい、しか言わなくなる、はい、この髪型をキープしなきゃいけないっていうのもあるじゃないですか。そうですね。でその髪型がもう出演してる写真しかないからもうお手上げの時はあります。そのキープしなきゃいけないっていうのもやっぱちょっと変ですもんね。ね、うん、キープする職業他ちょっと思い当たらないもんね。思い当たらないですね。丸坊主をキープなら分かりますけどね、うん、あ、そういうポリシーとかね、そういうね、あの、もう板前さんとかその料理人の方とかね、うん、いや思い当たらない、うん、そうなんです。職業はやっぱ嘘ついてきました、ね、絶対嘘つきますもんね、うん、OL っていうことになってますもん私。 OL でいける、行きつけの美容室で。でも、うん、OL 経験ないでしょ。 OL 経験ない、やばいじゃん、それ掘られたらやばいじゃん。一番適当に話します、うん、はいつって、あ、残業でとか言って。エチュード、エチュード、エチュード訓練じゃん、もう、俳優の訓練に利用しているという。なぜか出版関係の応援をしていることに、なんかもうどんどん来られるから、それを嘘ついていくとどんどん私の設定が塗り固められていって、うん、そうね、あれちゃんともう行きつけっていうかもう固定なん、行く場所は割と、あ、そう、引っ越してからね、何回かね、あ、うん、そっか、はい、じゃあもうその嘘は覚えとかないといけないんですよ、はい、じゃあ1位ですね、舞台を見に行った時セットを見ながら、うん、仕込みバラシのことを考えてしまうっていう演劇くんですね。僕は。なるほど。うん、うわ、まあ、劇団やってるんで、はい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 、まあもうトラックの荷下ろしから搬入、うんうんうん、そして立て込み、ね、そしてバラシ、搬出、うん、ね、まあするわけじゃないですか。やっぱもうビスとか見ちゃうんですよ。セットの。ビス、ネジの位置とか、なるほどなるほど、うん、あ、ね、あ、ビス見えてんなとか、あ、あそこ重ね塗りしてんな、うーん、ちょっとね、セットがいたんで重ね塗りしてんなとか。あ、パンチなんやな床は。あ、これバラ、セット、これバラすのに、2時間、うん、照明、下ろすのあとかね、そうやってね、まあ、ドラマ、普通、まあ、ドラマとかね見るのでも多少そうやって、あ、このロケ地どこやんとか、うんうんうん、そういうやっぱもう現場を知っちゃうともう純粋に楽しめなくなるっていうので舞台も同じ。ここは搬出が大変やでとか、そう、この劇場搬出、この劇場は無理やで、階段しかないでとかあります、うん、で、ここ商業施設やからどうやって搬入したいの、あんなでっかいセットみたいな、そんなあるからね。舞台見に来てくれたその演劇やって友達が、うん、バラシむっちゃ楽そうやなって開口一番それを言われたことがあって、確かに生マークを露出だけやからなとか言うっていうね、素舞台は楽やなって思っちゃうよね。素舞台は楽ですね、あー演劇くんやわ。素舞台で時々そのあえて蛍光灯使う演出、パッて蛍光灯のシーン入れるとかって、はいはい、なんかおかっこいいなって思っちゃったり、女性これ楽そうやけど、うん、なんかダンスの舞台見に行った時に、うん、ずっとそれまでちゃんとね、あのいわゆる照明、うん、ちょっと黄色っぽいじゃないですか、その舞台の照明、はいはいはい、うん、がパッて消えて暗転になって、うん、パッて蛍光灯の真っ白な、はい、日常に戻るような感じになって、うん、でも素舞台で後ろのコンクリートが打ちっぱなしが見えてる状態でパッて踊り出した時のかっこよさ、なるほど。やっぱりそのね、うん、立て込んでる舞台も素敵ですけど、うんうん、何もないのもやっぱりそうね、ピーターブック先生、あ、何もない空間、はいはい、あ、エンプティスペース、そうですか。うん、演劇くん応援企画、はい、いかがでしたでしょうか。ではこの後、最終話の、はい、上演時間近づいてまいりましたので、はい、最終話ではですね、演劇くん感激をする、うん、演劇くん、はい、最終話にして劇を見に行きます。お、さあどんな内容になってるんでしょうか、開演いたします。
私の彼は演劇くん、演劇やってる男の子。男の子って呼ぶには年取りすぎてるけど、男と呼ぶには低所得すぎるから男の子。今日はそんな彼と一緒に舞台を見に行ったのだけど、劇団ニトロヨスカイドスクリーム第13回公演カイジャリ水魚が踊ってるはこれにて終演となります。役者とのご面会をご希望のお客様はこのまま客席にてお待ちください。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。ん？な、あ、あ、しまった、終わっちゃった。え、みずきくん、大丈夫？あー、いや、あー、すごい、あー、すごかった。そうだね、うん、ね、最後のシーンの冷蔵庫の閉め具合見た？うっすら開いた扉から明かりが少しだけ漏れててさ、うわわわわわわ、見て見て、主演後もさ、まだ光ってるよ、うん、まあ、そうだよな、まあ、そういうことだよな、あそこに全部集約されてるもんな。そっか、もうそうなのか。あ、いや、主人公の心情さ、冷蔵庫の開け閉めの具合一つで表現するんですごくない？いや、ちょっとこれすごすぎるよ。どこ？マジか。あ、確かに半開きだね。あ、電気代もったいない感じするね。そうだね、うん、そうだ、確かに電気代はもったいないよね。でもさ、いや、それがさ、主人公のキャラクターを象徴しててさ、役に奥行きが出て実在感がぐっと増すっていうか、もう渋いよ、もう渋すぎるよ、そんなやり方。だってさ、全然そんな展開ではなかったじゃない。脚本上はさ、主人公しっかり者でさ、でもああいう些細なところで役を表現するんだもんな。やっぱパイセンさんすげえよ。尊敬が止まらないよ。パイセンさん、あ、あの主役やってた人ね、すごかった。よく話してくれてた、お世話になってる先輩ね。あ、確かに主役の人素敵だった気がする。だよね、あの冷蔵庫の締め方はさ、あ、なんか同じ俳優として悔しくなってきた。あれってそういうことなの？そうだよ、そうに決まってんじゃん。あ、ごめんね、私、うん、結構寝ちゃってたみたいで。結局戦争は勝ったの？負けたの？え？戦争はしないよ。え？家族のドタバタコメディだから。夢か戦争、うん、あ、巨大化した海老蔵がね、なんか目からビーム出しながら歌舞伎座食べてたの。おお、そっちはそっちで面白そうだね、後で聞かせて。ごめんね、なんか。いいのいいのいいの、いや、恵子ちゃんのそういうところも好きだよ僕。演劇くんの次の舞台は絶対寝ないようにするから、もうメガシャキいっぱい飲むね。ありがとう恵子ちゃん、僕も頑張って恵子ちゃんが眠くならないような劇を作るように頑張るね。うん、たけし出てくる？ごめんね、今んとこたけし出てこないよ。いつかたけしと共演できるようにもっと頑張れ、もっと頑張るぞバカ野郎、もっと頑張るぞ。演劇って全然たけし出てこないよね。待って、ちょっと見て、舞台上よく見るとさ、窓もうっすら開いてんじゃん。ってことはさ、家族全員がそれぞれ何かしらの演劇さん、うん、マジで完全に演劇さんじゃないですか。うん、おう、若手くん久しぶり。演劇さん今日見てくれたんすか？マジか。おー、よかったよ、すっごく。マジっすか、うん、演劇さんに添えてもらえたらマジ嬉しいです。で、どうでした？え、いや、だからよかったよ、すっごく。いや、恋人に見えました？恋人？ああ、若手くんの恋愛パートよかったよ。いや、すごい若手くんの良さ、なんかその初々しさが出ててよかったよ。ですよね、見えちゃったか、バレてたか。まあ、リアリティがな、違うもんな。あ、もしかして彼女さんですか？あ、うん、恵子ちゃん、こちら若手くん。若月千夏の若に手島優の手と書いて若手です。よろしくお願いします。国計の計にフルダヌキのフルと書いて恵子です。よろしくお願いします。恵子ちゃん、若手くんの感じに合わせなくても大丈夫だよ。てか、そうなるのって恵子さんって演劇の恵子と同じですか？うわ、マジそのものじゃないですか。もう演劇さんったらほんと稽古が好きだからな。もうほどほどにしてくださいよ。たまたまだよ、たまたま。打ち上げどうすか？この後
駅前の鳥貴族であるんで。え、わあ、どうしよう。恵子さんもぜひ。僕ちょっと相談っていうか聞いてほしい話があるんです。どうする？うん、いいよ、行こう行こう。あれ、あ、パイセンさんは出てこないね、なかなか。あー、なんか楽屋で放心状態かましてました。主役で出ずっぱでクタクタ気味なんだと思います。おー、そっか、めちゃくちゃすごかったもんな、パイセンさん。打ち上げったらパイセンさんとも話しますよ、きっと。よし、じゃあお邪魔します。乾杯。ないっすね。大丈夫、そんな勢いで飲んで。大丈夫っすよ、千秋楽終わったんだから今日くらいは飲ませてくださいよ。大人のホットジンジャーおかわり。はい、喜んで。熱くないの？熱いっすよ、うずら。でもマジ熱いとか言ってらんないんで、俺のが熱いんで。あ、そうなんだ。見てください、あの子。ああ、ヒロインちゃんだっけ、若手くんの相手役の。そうっす、あの子の着てるパーカーあるじゃないですか。あれ、俺のっす。え？俺のっす。ああ、そうなんだ。え、俺のっすよ。ああ、今回の公演パーカー可愛いよね。物販で売ればいいのに。もう演劇さんはこれだから。もう演劇ばっかやってるから。恵子さんは分かりますよね。ごめん、え、世田谷ベースのこと考えてた。なんでですか。いや、まあそれは自由ですけど。いや、あのヒロインちゃんの着てるパーカー俺のっすよ。どう思います？付き合ってんの？いや、それは早い、それはまだ早いって。そんなガンガン詰められたらきついっすわ。もうまだですよ、それはまだです。おお、え、どう思います？え、これはそういうことで間違いないですかね。おお、何、あ、好きなんだヒロインちゃんのこと。いや、まあ好きっていうか、な、愛かな。愛っすね、マジで。おー、そうなんだ。あ、付き合ってんの？いや、だからそこがまだなんですよ。そこだけがまだっていうか、どうしたらいいと思います？あー、僕そういうの疎いからな。もうですよね。え、恵子さんどう思います？あー、ごめんね、分かってくん、なんかパイセンさん呼んでるから、ちょっとあっちの席行ってきてもいいかな。あー、いいっすよ、全然。俺は恵子さんに女性の意見をお聞きできれば。大丈夫？うん、いいよ、言っといてよ。いろいろお話ししたいでしょ。ありがとう、恵子ちゃん、ごめんね。いいよいいよ。じゃあちょっと失礼します。あ、すいません。あ、すいません、ちょっと後ろ通ります。で、恵子さんどう思います？うん、私も一度は行ってみたいよ。え、世田谷中を探せばいつかは見つけられるはずだから。あ、ちょっともう一旦世田谷ベースのことは忘れてもらっていいですか？あ、ごめん、なんだっけ。だから俺のパーカー着てるんですよ、ずっと。ヒロインちゃん、これ俺に気があるってことで大丈夫ですよね？そういうものなのかな。私人のパーカー着たことないから分かんないけど。あ、だって嫌いなやつのパーカー着なくないですか、普通に考えて。まあそうか、それはそうかもね。いや、正直舞台上でも感じてたんですよ、俺。なんかどんどん親密さが増してるっていうか、恋人同士のやり取りがどんどんやりやすくなってきてて、恋人役の範疇を超えてるんじゃないかなって。あ、恋人役だったんだ。はい、あれ見ていただいてましたよね。うん、見てた見てた。でもそれってお芝居が上手ってことなんじゃないの？いや、待って来た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 。若手くん。あ、ヒロインちゃん、ん、出した？ごめんなさい、なんかパーカーサイズちょっと大きいなと思って確認したら、私のパーカー楽屋にあったみたいで、制作さんに聞いたら M サイズは若手くんだけだって言われて、このパーカー若手くんのだったみたい。何日か着ちゃってた、ごめんね。ああ、そうなんだ。いや、全然気づかなかったわ。いや、でもマジ、いや全然気にしないで。うん、公演パーカーみんな同じだから間違えちゃうよね、あるある、うん、ごめんね、洗濯して返すね。ああ、いいよ、全然気にしないで。いいよ、洗うよ、申し訳ないし。いや、いい、ほんと、ほんとそのままで。うん、大丈夫、気にしないで、洗うね。いや、でも洗う、うん、絶対洗って返すから。ああ、そっか、そっか、洗ってくれるのか。いや、ありがとう。あ、うん、じゃあさ、今度ご飯行こうよ。洗ったやつさ、その時にでも送るね。え、送ります、洗ったやつ。いや、でも送ると送料かかっちゃうし。送料とかはもちろんもちろん、私が悪いし。いや、でも手間じゃない？こういちいちさ、梱包して郵便局行って。全然全然手間じゃないです、私送るの好きなんで。お、送るの好き？送りたいです。あー、でも送りますね。あ、そう
制作さんに住所も聞いといたので。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。こんな感じっす。残念だね。こんな感じっす。もうしょうがないよ、こればっかりは。ほらほら、大人のホット神社飲みな。飲みます。ぬるくなってます。大人のホット神社がぬるくなってます。そういうもんだよ、冷めちゃっても美味しいよきっと。え、見て見て、向こうの席。演劇君どうしたんだろう。え、あ、本当ですね。あれ、なんか泣いてない？パイセンさんも様子が変だし。あー、パイセンさん、そうなんすよ。そうって？パイセンさん、今回の公演で演劇やめるんです。へえ、あ、そうなんだ。演劇さんに言ってなかったんすね、まだ。すごい泣いてるね。すごい泣いてますね。あ、なんか演劇くん立ち上がった。ああ、テーブル乗っちゃった。何、どうすんの。あ、ラストシーンですね。演劇さん再現してます。ああ、あんななんだ。え、見てますよね。うん、見てる見てる。なんか笑ってる、二人とも。笑ってますね。楽しそう。それでは縁も竹縄ではございますが、大入り袋を配らせていただきます。今回は総集客数279人です。300人に一歩届かずといった感じですが、全ステージ満員でした。皆さんありがとうございました。じゃあまず、明るいキャラクターで現場を盛り上げてくれました、当日制作でお手伝いに来てくれた東星君、ありがとうございました。続いてはですね、今回初参加、照明助手のあかりちゃん、ありがとうございました。私の彼は演劇くん、演劇やってる男の子。男の子って呼ぶには年取りすぎてるけど、男と呼ぶには低所得すぎるから男の子。そんな彼は泣いたり笑ったり、貧乏な割に元気そうで、たまにもどかしかったりもしちゃうけど、元気そうだからまあとりあえずよしとします。演劇くんの演劇がいつかあなたに届きますように。私は寝ないで見るために目がシャキ飲むよ。じゃあまたね。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました、演劇くん第5話、感激をするでございました。キャストの紹介をいたします。演劇くん、私永野、そして恵子ちゃん、藤谷莉子、そして劇団の制作で、挨拶をしておりましたのは小林金也さん、そして若手くんね、恋をしておりました、黒田健太さん、そして鳥貴族の店員大年智弘さん、名バイプレイヤー、うん、はい、ヒロインちゃん、久喜曽根美さんということで、はい、やらせてもらいました。はい、あるあるですね。はい、もう光景が浮かびますね、鳥貴族の。一番解放されてる時間ですね、終演後、千秋楽を終えてお酒を飲んでる時間っていうのが、劇の話をするだけでいい夜でしょう、ね、劇なんだろう、自分が出てない劇の打ち上げとか参加して、劇の話とかも、それこそ演劇がね、恵子ちゃんにね、あれがさ、役者の奥深さをさとか、あの締め方がさとか言ってたじゃないですか。ああいうのってもうみんな絶対言いますもんね。そうだね、演劇やってる人。私、演劇ヤクザって呼ばれてる友達がいて、その大学の同期なんですけど、2人いて、その子がたちが来るとコテンパンにやられるんですよ、見に来られると、でためになることもいっぱいあるんですけど、なんせそれがその本番の途中、千秋楽ならいいんですけど、途中だったりすると、その次の日のわかるわかるモチベーションというか、何ですか、テンションがもう格段に下がるんで、下がる、怯えてました、今もなんなら怯えてますね、あいつらが来るんじゃないか、演劇ヤクザ、演劇ヤクザが来るんじゃないか、批評眼を持って
てくるんですね。そっか、まあ、ポジティブにね、良かったっていう、ね、演劇みたいなね、だったらいいんですけどね。あそこはなんでシート引いて椅子置いたの、うん、あ、あの劇場さん的にあの食べ物を食べたかね、でもそれはさ、うん、意味出ちゃうじゃんみたいな。チャンリコのあれでしょ、うん、チャンリコのあれでしょ、え、違うじゃん。なんであの役はシート引いて椅子を置いたの、うん、そうな、詰められる、うん、演劇ヤクザ、演劇ヤクザにご注意。亀ちゃん、次演劇ヤクザ書いていただけますでしょうか。お願いします。またね、書きたい意欲が湧いたら、うん、はい、といったわけで演劇くん最終話でございます。また、はい、次回からは、はい、違うラジオドラマをお送りいたします、はい、それではエンディングでございます、はい、ね、りこちゃんは、はい、LINE の、はい、答え合わせと、うん、なんていう役出てての、ね、ありましたよ名前ねひとみちゃん、ひとみちゃん、ひとみちゃん、ひとみちゃん役、私ひとみちゃん、 LINE のやつはひとみちゃん役、 LINE のやつはひとみちゃんでイタリアレストランでバイトしてます、うん、でもパパがもう一度恋をしたはアスカちゃんで、アスカちゃん、アスカちゃんは喫茶店でバイトしてます、うん、あ、うん、あ、なるほどなるほど、うん、同じウェイトレス系の、そうですね、でしかもどっちもあんまりやる気がないっていう、うん、割と2回だったやつ、そういうところで、そうなんです、役をいただいてるという、はい、分かりました、ぜひチェックしてみてください。私は木島亮太という役で、はい、編集部員特派員の役してますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あて、なんか今ね、あの、はい、お便り募集する前に今、はいはい、割と募集してるのがさ、はい、あの、あ、なんだ、自分がゾーンに入るために聞く音楽、うん、1個紹介しようか、うん、はい、ラジオネームヒロさんからいただきました。私の自分がゾーンに入るために聞く音楽はスミカの復活の呪文です。 RPG の勇者になったような気分になれる歌詞、はい、元気が湧いてくるメロディーなので、うん、朝の通勤時によく聞きます。接客業なので日々様々なお客様と接するのですが、たまに対応に困ってしまうこともあります、うん、でもこの曲を聞くと勇者のように、これはどうだ、あれはどうだ、ならもう逃げるかと様々な技を使って何とかしてみようと思えるようになりますゾーンに入るってこんな自分でいたい、理想の自分の形を作るってことなのかなと思います。そんな理想の自分になりきることで嫌なことや困ったこともどうにでもできるぞって自信につながるのかなと思います。いや、素晴らしいお便りだね、うん、めちゃくちゃいいお便り。そしてね、あ、この復活の呪文、はい、いや、聞きましたけど、うん、僕も、ね、このお便りもらうまで、あの、聞いたことなかった。スミカさん、うんうん、復活の呪文面白い歌詞です ね、 ね、その、まあ、ドラゴンクエストの、ね、世界観のような、ね、ゲームしてる感じの、うん、なるほどね。だからそう、この曲がそうやって職場での対応とかのスタンス、うんうんうん、逃げるって選択肢あるもんね、ドラクエにも。あるあるある。逃げるもありだっていうふうにね、うん、思えるっていうのもまたこれ知恵ですよね、うん、私も頑張ろう。あ、ストックにしますんで、この、はい、財産にします、この、ありがとうございます、皆様からのゾーンに入る曲、はい、僕らも使わせてもらいますんで、はい、ありがとうございます。またお便りも募集してます。じゃあ宛先お願いします。はい、いつでもお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 europa.broadway@gmail.com です。聞き取れなかった方はブログなどをチェックしてください。はい、ということで、また来週もよろしくお願いいたしますね。お願いします。では、お楽しみに。そうなの。